はい、こんにちは、うどんです。今回は、本格水冷ではなくて、水道冷却、つまり蛇口をひねって出てくるあのお水で、ビシャーっと、パソコンを冷やしてみましょうと。まあ、パソコンは発熱が多いと本来の性能を発揮できなくなるんで、まあ、冷やしてあげないといけないんですよね。で、本来はヒートシンクのでっかいやつとか、まあ、ラジエーターやファンなんかで冷やすんですが、まあ、水道なら冷たい水がずっと出てくるので、まあ、特別な装置は必要ないんじゃないの？っていうことで、まあ、ちょっと実験してみたいと思います。まあ、実はこれはさらなる進化を目指したりしていて、まあ、謎の計画のために、まあ、ただ今回は水道冷却のみをやっていきます。というわけで、使用するパーツを見てみましょうと。本格水冷パーツを購入したんですが、なんか違うのが送られてきちゃったりで、とりあえず現状のものでなんとか準備していきましょうと思ったら、なんか水漏れ疑惑も浮上しまして、まあ、ジャンクにならずに正常動作できたらいいなと、まあ、オーバークロックも試してみたいなといった予定となっております。で、このうどんの機材部屋チャンネルでは、パソコンやカメラ、ガジェットなどのあれこれをやっていますが、まあ、っていうか最近全然カメラやってないんですけど、で、あとこの動画がどこかに刺さっちゃいそうでしたら、チャンネル登録、コメント、高評価いただけますと嬉しいです。まあ、そして謎の計画も進んでいきます。何卒よろしくのほどを。で、今回使用するパーツですが、まずはホームセンターで買ってきた、普通のホースと、キッチンの蛇口にホースを取り付けるアダプター的なやつですね。で、パソコン用の本格水冷パーツに、まあ、サイズ的に合いそうなのが、このスリムホースかなと思って買いました。で、本格水冷パーツは、アリエクで購入。まずはチューブ。初心者なのでソフトチューブですね。で、散水用のホースが、外径 13mm、内径 9mm なので、まあ、同じくらいの、外径 13mm、内径 10mm のやつにしました。まあ、あと、なんか取れない色移りがあったりして、まあ、この辺は中華だからしょうがないのかなと。まあ、もはや風物詩みたいな。で、肝心の CPU を冷やすための、水冷ブロックですが、バイクスキーっていうメーカーのものを購入しました。まあ、亀みたいで可愛いなと思ってたんですが、まあ、実際手にすると、想像以上に重くて、まあ、ミニ ITX のマザーボードに取り付けられるのかなってぐらいの大きさです。で、銅とアルミでできてて、まあ、ザ・金属って感じ。で、測ってみると 659g。で、穴の位置がなんか不揃いな感じ。で、おそらく真ん中に近い方が入り口で、で、外側が出口なんでしょうか？まあ、説明書に書いてませんでした。で、次にフィッティングっていうやつですが、まあ、こちらもバイクスキーっていうメーカーのものです。で、フィッティングには、まあ、いろいろな種類があってややこしいんですが、まあ、今回は2種類買いました。で、1つ目が 4way の、分岐するやつで、まあ、本当は 3way が欲しかったんですが、まあ、間違って購入しちゃってました。っていうか、そもそも 3way すら今回必要なかったんですけど、で、2つ目が、パーツとチューブをつなげるやつで、で、ネジの部分は基本的には共通で、CPU のも分岐のやつのも G1/4 っていう規格のネジ山らしいです。で、チューブを取り付ける方には、サイズ的に合う合わないがあって、で、今回は外径 13mm 内径 10mm に合うやつを買ったはずでした。が、試しにチューブとホースに取り付けてみたところ、抜けないように圧着させる部分、なんかこれがスカスカで、なんかおかしいなと思って調べてみたら、まあ、どうやら外径 16mm のチューブ用で、まあ、頼んだのと違うものでした。まあ、ただ中国からなので返品とかめんどくさいし、まあ、とりあえずお店にゴラしてこのまま使うことにしました。で、あとなぜか6個も買っちゃいまして、まあ、結局2個しか使いませんでした。っていうか、それぞれ半分しか使ってないので実質1個というわけで、まあ、このままだとフィッティングからチューブが抜けちゃう恐れがあるので、まあ、急遽ホームセンターでホースバンドを購入してきました。で、まずは水の通り道を組み立てていきます。といってもすごく単純で、まあ、蛇口からホース、そして CPU、そこから排水用のチューブって感じです。まあ、ホースと白いチューブ、それぞれにフィッティングを取り付けて、で、これらを CPU の水冷ブロックに取り付ける。まあ、以上です。
で、キッチンの蛇口に取り付けるんですが、まあ、これにアダプターを取り付けて、で、ホースの方とカチッと取り付ける。まあ、お手軽です。まあ、ただ水を流してみると、なんか蛇口部分から微妙に水が漏れてて、まあ、よく見ると、蛇口のねじ溝がひび割れてました。まあ、ちょっと怖いんで、キッチンでの実験は取りやめです。まあ、なので、新たなステージ、お風呂場へやってきました。まあ、こちらの蛇口はネジじゃないんで、まあ、別のアタッチメントを取り付けまして、まあ、漏れもなさそう。で、水冷パンツの方にも漏れがないか確認するため、蛇口とつなげてしばらく水を流してみました。まあ、30分ぐらいやって大丈夫そうだったんですが、なんか水冷ブロックを触るとキンキンに冷えてまして、まあ、だいぶ結露してました。まあ、ちょっと気をつけないと危ないですね。で、今回冷却するパソコンは、うどん初号機。インテルの CPU で Core i9-9900K を搭載してまして、まあ、結構発熱も多いんですよね。まあ、冷やしたらどんなもんかなっていったところです。で、ラジエーターなんかを取り外して、で、お風呂場の方へ Go to Travel。で、CPU グリスを塗って、で、水冷ブロックを取り付けて。まあ、この辺は一般的な CPU クーラーの取り付けと、まあ、ほぼ変わりませんね。とはいかなくて、結露対策を忘れてたのでやり直し。キムタオルでゴニョゴニョと対策しまして。で、これでとりあえず完成でしょうか。で、起動ですが、先に蛇口をひねって水を出さないといけない。まあ、ちなみにうちの水道は冷たくて、まあ、10度から15度ぐらいだと思います。まあ、放射温度計しかないので大雑把なんですけど、で、水が排水チューブから出てくるのを確認して、スイッチオン。なんか映らないなと思ったら、HDMI キャプチャ経由でモニターに映そうとしてたんですが、まあ、そのキャプチャの電源が入ってませんでした。まあ、あとファンコネクタも CPU の方へ移動させておきました。で、とりあえず無事に起動しまして。で、まずは定格での状態ですが、アイドル時の CPU 温度は20度以下でした。で、シネベンチ R15、R20 の実行時の最大は60度程度。まあ、めちゃくちゃ冷えるし、まあ、処理が終わった途端にまた20度あたりに戻ります。恐ろしい子。で、オーバークロックしていくんですが、まあ、そもそも簡易水冷の場合は、5GHz までオーバークロックして、で、シネベンジの R15、R20 を完走できてました。まあ、ちょっと無理やりですけど。まあ、なので、5.1GHz からやってみました。まあ、シネベンチはいずれも完走。で、最高温度は80度前後でした。で、OCCT の、OCCT モードを実行したところ。まあ、60度弱ぐらいでずっと維持してる感じでした。で、次に、5.2GB にオーバークロックしました。で、5.1 の時にすでに電圧を 1.45V にしてたので、まあ、そのままやってみたところ、まあ、こちらも問題ありませんでした。まあ、温度なんかも 5.1 の時と同じような感じでした。まあ、電圧が同じだからでしょうか。で、5.3GHz にオーバークロックしたところ、まあ、起動は問題なくできましたが、シネベンチはいずれも完走できませんでした。で、電圧も 1.5V まで上げてみましたが変わらず、まあ、ただ OCCT モードは問題なくて、まあ、温度も60度前後でした。で、ちなみに細かい設定はあんまりいじってなくて、で、倍率と電圧と LLC?まあ、その辺の最小限の設定ぐらいでしょうか。まあ、なので、設定次第ではうまく動くようになるんでしょうか。まあ、それか 1.45V の時点ですでに80度を超えてたので、まあ、熱移動がうまくいってないとか、まあ、空割りして大直で、まあ、コア剥き出しのスルム系のところに、まあ、直接当てないとダメなんでしょうか。まあ、とりあえず私はオーバークロック初心者で、これ以上はちょっとよくわかりません。ので、ゲームセットです。で、あと、水量を最小ぐらいにすると、まあ、排水される水はほんのりぬるくなりますが、まあ、そこそこの水量があると冷たいです。で、また水量を上げると冷却性能も上がっていくようでした。というわけで、今回は水道水で自作パソコンを冷やして、で、オーバークロックなんかもやってみましたが、まあ、やっぱりオーバークロックは難しいですね。
まあ、ただ謎の計画への手応えはあったかなと。まあ、これについては進捗があり次第ご報告していきます。で、あと YouTube で5000兆円稼いだら、まあ、山買ってダム作って、まあ、そこにデータセンター作って、サーバー並べて、まあ、時代はクラウドなんですけど、まあ、発電しながらサーバーを冷やす計画もありますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。今回は以上です。はい、ありがとうございました。